はい、どうも、世界一ストイックな巻物、TKTK です。はい、ということで、更新情報を見ていきたいところですが、今回は、その前に、前回の動画でもお伝えさせていただいた通り、今週の土曜日ですね、はい、3月20日夜8時から放送される、放置少女4周年の公式生放送に、この度、テケテケですね、はい、出演させていただくことになりました。まあ、これも一重に、いつも動画を視聴して応援してくださってる皆さんのおかげです。本当に、ありがとうございます。まあ、緊張はしますが、本番はね、誰にも負けない放置少女愛を携えて楽しんでいきたいと思いますので、まあ、舞い上がってね、基本的な知識とかね、ぶっ飛びそうですが、皆さん、応援よろしくお願いします。あと、石飛さんの放置少女トップランカーの道ですよね。はい、どのぐらい強くなったかめちゃくちゃ楽しみなんで、いや、本番蓋開けてみないとわかんないですけど、本田忠勝、ナタ、大木順あたり全部登用してるか、楽しみですね。はい、それと今回、テケテケの学びコーナーっていう、テケテケ舵取りのコーナーもあるみたいで、まあ、これもね、初めての試みなんで、はい、どうなるか全くわかりませんが、まあ、ハプニング含め、楽しめたらいいかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、放置少女公式のアナウンスですね、見ていきましょう。まずは人気キャラ総選挙、準決勝結果ってことで、激しい戦いを制して見事に決勝に進んだのは、最上義明、学神ですってことで、いや、すごいバトルでしたね。特に最上義明と出雲のお国の方がかなり僅差で、はい、1万票差ぐらいしか差が開かなかったんですね。で、学神高尊さんの方は、この準々決勝の時の高尊さんの戦いで結構ファンの票ですね、使い切ってしまった人もいたのかなっていうところで、ちょっと差がついてしまいましたが、いや、それでもね、ここまで伸びてくれるというのは、本当にすごい人気じゃないと伸びてこれないと思うんで、いや、最後の最後まで本当に熱い戦いを見させていただきました。はい、で、決勝に関しても個人的にはもうどっちが勝っても嬉しいですね。はい、最上が勝った場合には、まあ、このね、ちょっとかっこよさ重視の最上がどう変わるかっていうところを見てみたいし、学神に関してはもうテケテケチャンネルでやってた推しキャラランキングで初代1位、そして第2回推しキャラランキングでは第2位と、あんなね、こじんまりとしたイベントに対してめちゃくちゃ熱い票をね、たくさん投げてくれた方がいたので、もうその人たちがね、喜ぶと思ったらもうそれだけで嬉しいですね。なんで、もう私はもうこの決勝戦に関してはどっちが勝ったとしてもね、最大限のエールを送っていきたいと思います。はい、そしてここからが更新情報。百科美人、はい、長領が来るっていうことで、はい、長領に関してはもう何と言ってもこの奥義ですね。はい、五種領章の奥義、はい、これも更新情報の動画では何回も名前出してますが、この奥義がね、 SSR だけで取れるめちゃくちゃ優秀な奥義で、防御力 10% 増加と HP 最大回復率 3% 増加をゲットすることができるので、はい、結構優先度高めの奥義になってますね。はい、なんで積極的に取りに行きたいキャラクターの一人になってます。はい、で、百科美人ガチャに関してはこんな感じで、最終日に残り1回後、雨季の絆10保証みたいに書いてある場合ですね、免停明け後もここの残り回数ですね、引き継がれるので、今日日にちまたいで明日の無料枠分でこれ引くと、雨季の絆はたまるんですが、その分明日来る長領の絆確定枠までは遠のくことになるので、まあ、この雨季か長領どっちがいいかってところですね。はい、見ていきましょう。はい、そうすると雨季の方も五子領章に絡んでるんですね。はい、なんで優先順位としてはほぼほぼ同じぐらいで、雨季は宗神と組んで防御力 3% と物理防御 3% があるんで、はい、個人的には雨季ですね。はい、というか両方欲しいです。はい、両方欲しいとこなんですが、限定ガチャに関しては基本的に原宝を使って取るのはもったいないので、この高級ガチャ券ですね。はい、この高級ガチャ券を時間を貯めて増やしておいて、それを放出して取るような形にするようにしましょう。なんでたくさんある場合は、今回の雨季と次回の長領両方ともおすすめキャラクターなんで、高級ガチャ券放出タイミングっていう感じですかね。で、高級ガチャ券ない人は無理して取りに行かずに、少しずつこの雨季の絆貯めていけばいいと思うので、そういった取り方をおすすめしています。まあ、副将的にも雨季の方が敵に箱を表することができたりして使い勝手がいいので、今回の2名に関してはどちらも優先順位高いんですが、私は雨季推しですね。はい、そして課金イベントってことで、はい、参加券パック大と小ってことで、はい、仮想の集いきますね。まあ、多分後で見れると思うんですが、仮想の集いっていう、まあ、UR アバター戦のキャラクターたちが5体並ぶガチャイベントになるんですが、そのガチャで使えるガチャ券ですね、かける50ってことは、まあ50連できるガチャ券になっていて、はい、それと元宝2500元宝がもらえるというような感じで、はい、元宝とガチャ券がもらえるってことで、まあ、仮想の集いイベントに参加する人向けの課金イベントになりますね。はい、ちなみに上の台の方が1万1000円で、下の小の方が7000元宝っていうことで、元宝効率的に言うと参加券パック台の方が1円あたり 1.32 元宝分の価値で、小の方が1円あたり 1.14 元宝分の価値ってことで、はい、台の方が課金効率が良くて、この 1.32 倍の価値っていうのは、はい、どのぐらいかっていうと、はい、よく来るおみくじイベントの一朝一夕イベントですね。はい、あのイベントで 80% が出た時より課金効率が良くなります。で、一朝一夕とは別に、月の初めに毎回更新される初回2倍チャージ、はい、あの2倍チャージにやや負けるぐらいの課金効率になってるので、初回2倍チャージを使い終わってしまってる人で、仮想の集いに参加したい人にとってはかなりお得な課金イベントになってるので、まあ、でも微課金の人なんかはここまで課金してまでね、取りに行くわけにもいかないので、まあ、月2万円以上課金する人向けの課金パックになってますね。はい、そしてその他には金塊一石1万1000円で3200元宝と覚醒炭150個、千両育成炭100個、
を入手することができるんですが、これ原本換算すると覚醒炭150個っていうのが、はい、限定特典のこの覚醒炭のところで5個で100元宝で売ってるんですね。はい、なんで覚醒炭150個分っていうのは、まあ、これ30個分なんで3000元宝分で、はい、元宝でもし買おうと思えば購入することができます。で、鮮魚育成炭に関しても同じく限定特典のこの鮮魚育成炭のところで安定供給されていて、4500元宝で100個入手することができるので、元宝換算すると3200+3000+4500で1万700元宝分の価値になるんですね。それを1万1000円でゲットすることができるっていうことで、これどのぐらいの課金効率なのかっていうと、おみくじイベントの一朝一夕っていうよく来るイベントありますね。あのイベント、まあ、40% から 80% っていうふうにおみくじを引くと出てくるんですが、まあ、それで一番底引きした場合の 40% が出た時に、この通常の1万円課金ですね、これで5000元宝買って、ここに 40% 分は乗せされて7000元宝入手できて、下に書いてある1088元宝、これが乗っかって、でさらに単独チャージの2500元宝が乗っかると、合計で1万588元宝になって、プラス気比水80個分と5時間高速戦闘券2枚もらうことができるんで、はい、1000円安く同じぐらい、またはちょっとそれ以上の課金効率を一朝一夕を待てばすることができるので、はい、基本的にこの金貨一石に関しては重課金廃課金ペースの人向けの課金イベントになってます。まあ、この金貨一石のアピールポイントとしては、覚醒炭を一気に入手できるっていうところぐらいですかね。まあ、先ほどの一朝一夕を使ったおみくじの方のやり方だと安くゲットはできるんですが、覚醒炭5個ずつ、あれは1日1回しか買えないんで、それを30日かけてゆっくり取っていかなきゃいけないんで、まあ、ゆっくり取れる人はその方が課金効率いいんですが、急いで覚醒炭集めたい人向けの課金イベントがこの金貨一石になりますね。で、無課金未課金の人は基本的に覚醒炭は毎日、例えば百花美人の高級ガチャですね、こういうところで無料で集めていくことができるので、無課金未課金向けの課金イベントではありません。はい、そしてガジン新地、はい、ガジン新地は120円で150元宝と宝石券30枚を入手することができるってことで、実はまあこのイベントに関しては、宝石券を入手するって意味では、宝石券1個あたり4円で入手できる課金イベントってことで、はい、まあ、他の宝石券を入手する課金イベントと比べると、かなり宝石券1枚あたりの課金効率がいいことがわかると思います。まあ、タヌキイベントでかなりレアな9割引きが出た時が、宝石券1枚あたり4円で買うことができるので、まあ、それと同じぐらいの課金効率ってことで、はい、トップレベルに宝石券を入手する課金イベントの中では課金効率がいいんですが、まあ、宝石券に関しては毎日こういった副賞ガチャで見てみると、はい、こんな感じでラインナップに普段から並んでいるので、毎日の無料枠分でガチャを引いていく中で自然に溜まっていくものなので、あえて課金して取る必要はないですね。まあ、ただ、まあ、120円と安いので、例えば月ギフなんかがちょうど切れそうだとか、まあ、覚醒炭を取るのには一番課金効率がいい軍令、まあ、どちらも980円の課金イベントですが、まあ、980円だと微妙にここの累計チャージ500元宝に届かないんですね。まあ、ここに例えばガジン新地を追加で購入することで、まあ、1100円分の購入になっちゃうんで、550元宝分購入した扱いにシステム的になるんですが、なんで若干切りは良くないんですが、まあ、そういった調整用にこの課金イベントは使えばいいのかなっていうところですね。はい、基本は宝石券は無料で集めていきましょう。はい、そして運号無臭、これは1840円で340元宝とラキスタで使える引き換え券ですね、5回分もらえるんですが、はい、これに関してはこの1840円の課金でラキスタガチャ1回あたり300円で引けるような課金効率になっていて、他の課金イベントと比べてみると分かるんですが、効率的にはあんまり良くないんですね。なんで、まあ、最近よく来るタヌキイベントなんかで底引きして6割引きになってしまったとしても、そっちの方がラキスタ券集める分には効率がいいので、まあ、基本的にそっちを待った方がいいと思います。はい、そして水筒矯正いきますね。水筒矯正に関しては1日600元宝分、まあ、つまり1200円分ですね、課金すると、はい、この下に並んでる宝箱をミッションを達成した日数に応じて、1日目この元宝、2日目、3日目、4日目、5日目というように、ミッション達成日数が増えていけばいくほど、より良いアイテムをゲットすることができるイベントになっていて、まあ、特に目玉の5日目の宝箱の中には、幸運券っていうアバターガチャで絆を一気に2倍ゲットできるレアなアイテムと、鮮魚育成炭30個、そして萌え姫パックっていうこの上の副賞たちですね。はい、SR の副賞なんですが、これらの副賞普通にはゲットできなくて、ゲットしようと思ったら、はい、ここの限定イベントの下の方にある限定トレジャーですね、はい、ここの限定トレジャーの宝箱を使ってランダムで絆を集めていくっていう風に貯めていかなきゃいけないんですが、これで取ろうと思うと大体4000元宝ぐらい、 SR の副賞を取るまでに元宝を消費するっていうのが、まあ、今まで私が何回もやってきた中での大体の体感ですね。なんで限定トレジャーで元宝を消費して入手するか、この課金イベントを5日間毎日600元宝分購入して、まあ、5日間ってことで合計で3000元宝分なんで6000ですね、の課金をした場合に必ず1人無料でゲットすることができるので、まあ、課金してゲットするかっていう2択になってます。で、特にこの中にいる超春夏っていうキャラクターですね、このキャラクターに関しては先ほどの限定トレジャーのラインナップに並んでいないので、ここでしか入手することができません。まあ、とは言っても超春夏に関してはスキル性能も SR なんでめちゃくちゃ低いし、奥義に関しても一応まあ解放しやすい奥義はあるんですが、そこまで美味しい奥義ではないので、まあ、10課金以上の課金ペースの早い人は狙いに行ってもいいかもしれませんが、美課金の人は先送りしてしまってもいいイベントだと思います。
思います。このイベントに関しては別の課金イベントなんかで課金していれば勝手にここの1日600元本の条件クリアしていくので、まあ、5日目まで狙う人以外は特に意識しなくていいイベントなのかなっていうふうに思います。まあ、月ギフトが切れそうだとか、まあ、軍令イベントが来ただとか、まあ、タヌキイベントでいい倍率が出たとか、まあ、そういった機会が重なった時に5日目まで挑戦していけばいいのかなっていうふうに個人的には思いますね。はい、そしてラキスタ来ますね。はい、直江兼継と孫権とカダってことで、はい、まず直江兼継ですね。はい、直江兼継はもうラキスタの中では一番の目玉と言ってもいいような、はい、キャラクターになっていますが、このキャラクターの場合スキル1で自身と攻撃力が高い味方2名に対して援護を付与することができて、ダメージカット率 50% とダメージ反射率 80% を味方に付与することができます。はい、これがめちゃくちゃ強力なんですね。まあ、特に無課金未課金の人なんかは反射奥義を解放させていくのも結構難しいと思うので、まあ、反射っていう攻撃スタイルをなかなか陣営の中で構築できないんですが、まあ、直江兼継が一人いればとりあえず主力を援護で守りながら反射という攻めの手段を新たに作り出すことができるということで、まあ、戦略のバリエーションが広がると。でしかもこのキャラクタースキル1で敵陣の攻撃力が高い相手1名に対してめまいを付与することで、はい、敵の主力の足止めも行うことができるんですね。はい、放置少女ではこの1ターンの遅れで結構戦局が変わったり、まあ、多くの副将がスキル1でくさびを刺した上でスキル2のコンボにつなげるみたいな戦い方をするキャラクターが多いので、まあ、その間にめまいを差し込んだりするだけでも結構その相手の火力を落としたりできたりと、それを相手の主力めがけてやることができるっていうスキル1になっているので、まずそのスキル1が優秀。そしてスキル2に関しても敵陣4名に対してバフを1つ剥がしながら攻撃をすることができるということで、範囲に対してバフを剥がしに行けるんですね。でさらにその4名に対して与えた総ダメージの 40% から 80% を味方2名に回復させることができて、その回復のタイミングで今度はこちらについているデバフを剥がすことができるということで、はい、バフ剥がしてデバフも剥がせて、でしかも HP も回復できて、その攻撃の中に敵陣に弱い子が一人でもいれば大ダメージをぶつけることができ、その大ダメージを利用した HP 超回復も狙っていくことができるので、はい、回復性能としてもなかなか高いということで、味方の守備、相手の足止め、相手のバフ剥がし、こちらのデバフ剥がし、 HP 回復と、はい、サポートキャラクターとしてはほとんどの機能を兼ね備えているキャラクターということで、二次化した際のサポートキャラクターの性能としては随一と言ってもいいぐらい何でもできるキャラクターになってます。まあ、実はこの機能ちょっと劣化版なんですが、 UR の時点でもほとんど同じような挙動になって、まあ、特にスキル1の援護に関しては反射率と付与人数は減ってしまうんですが、ダメージカット率に関しては UR の時点から 50% なので、はい、まあ、今流行りの防御無視連撃なんかにも UR の時点の援護からしっかり対応ができるってことで、はい、UR だけでも取っておきたいキャラクターですね。はい、で奥義に関しても劉備と直江兼継と淳育と孫昌公と、まあ、ちょっと無課金の人はこの孫昌公を入手することができないので諦めるしかないんですが、美課金以上の人にとっては、まあ、劉備っていう、まあ、放置少女ではこのキャラクターも必須級に重要なキャラクターになっていて、淳育に関しても命中奥義に絡んでいて、なかなか、まあ、取るのに精神的障壁が低いキャラクターになっていて、かなり集めやすい奥義になってます。はい、それで体力値がレベルかける100上がるってことで、美課金以上の人はこの奥義はもう必須で学びに行きたい奥義になってますね。まあ、無課金の人も直江兼継自体の性能がめちゃくちゃいいので、はい、まあ、全プレイヤーにとって脳死状態でラキスタガチャ直江兼継を最優先で回しに行くべきイベントなのかなっていうところですね。はい、でまあもう直江兼継を取ってしまったよって人に関しては、その次は私的にはカダですかね。まあ、カダに関しては虹になると味方のデバフを解除してくれたり、割とサポートとして使いやすくなるんですが、UR の時点だと HP 回復にとどまってしまうので、スキル性能としては兼継に比べるとだいぶ落ちてしまうサポートキャラクターになってるんですが、はい、奥義ですね、 HP 上限プラス 8% と HP 最大回復率 1.5% ってことで、はい、この奥義がかなり美味しいですね。はい、この HP 最大回復率っていう、なかなかね、装備なんかでも一応鎧の伝説神器を上げていくと育てられるステータスになってるんですが、なかなかこれ育てるモチベーション湧く人少ないぐらい、まあ、後回しになってしまう部位なので、はい、それを奥義でメンバー的にも手軽に集めることができるってことで、まあ、特に白線なんかを優先してる人は、まあ、白線で反射爆弾なんかを敷かれた時に、この HP 最大回復率っていうのは自分のターンを迎えた瞬間に HP 回復をしてくれるので、また 1.5% だと1000万 HP があったら15万 HP を回復してくれるっていうような計算になるので、それを反射ダメージを受ける手前に HP を回復することができるってことで、反射爆弾なんかを白攻めで並べられた時にそれを少しだけ踏み越えていきやすくなりますね。であとは単純にこの HP 上限 8% っていうのも美味しい限りですね。はい、でまぁ、ちょっとこの大元気に関しては SR のランクでレアリティは低いんですが、はい、投用しようと思うとこの限定特典の限定トレジャーの中にあるこの100元宝でガチャを回していって、
絆をちょびちょび集めていくスタイルで、集めていく場合に4000元宝ぐらいかかるんですね。はい、それかおそらく今日も来るであろう追悼強制ですね。イベント期間中に1200円課金で1段ずつ登っていける課金イベントがあるんですが、それで5段階目まで登る、つまり6000円課金した人がゲットできる、はい、この萌え姫パックっていう宝箱ですね。この宝箱の中に、はい、大元気いるので、はい、これで取るかってことで、まあ、課金して取るか4000元宝ぐらい使って取るかっていうような選択肢で、はい、なぜか SSR よりランク低いのに SSR より取るのが大変なんですね。なんでまあちょっと大変ですが、この奥義は4000元宝ぐらい払ってもお釣りが来るぐらいありがたい奥義なので、カダを取った後は奥元気もちょっと狙いに行きたいところですね。はい、課金してる人なんかは水筒巨星利用して取りに行くといいと思います。はい、そして最後の優先順位になるのが孫権っていうキャラクターですね。はい、このキャラクター虹まで出てるんですが、はい、特徴がないように見えて結構個性的なキャラクターで、まあ、スキル1に関しては今流行りの残影状態になって回避率 70% だったと思います。上げて、まあ、敵の攻撃を避けれるっていう避けるスタイル、まあ、最近防御無視攻撃が主流になってるので避けるっていう手段が結構本格的に見直され始めていて、まあ、そういう流れもあって大きい人なんてキャラクターが出てきたと思うんですが、このキャラクターはね、その昔から避けるっていうスタイルを選択しているキャラクターになってます。でスキル1に関しても、防御無視連撃ができるキャラクターってことで、まあいろいろ実は先取りしてるキャラクターだったんですね。ただ防御無視連撃をするには敵を撃殺しないといけないので4回攻撃していくんですが、まあ、なるべく早い段階で敵を撃殺しないと防御無視連撃の部分の火力は落ちてしまうってことで、はい、このキャラクターを使う場合はこのキャラクターの育成だけでなく、その周りのキャラクターとのコンボを考える必要があって、そこがかなり扱いづらいんですね。で残影という避け方もそれ単体だとそこまで攻撃避けてくれないので、あとはコブで固めるとか、当たった時には援護で保護しておくとか、はい、っていうようなね、一枚岩の守備スタイルではないので、はい、そこら辺のねキャラクターを育てていくだとかっていうところを含めると、無課金美課金だとちょっと使いづらいのかなっていうところですね。でスキル2の6名攻撃も実は結構面白くて、これもうまくコンボが決まると敵6名に対して 6000% を超えるダメージを出していくことができて、はい、放置少女の2次キャラクターの中でもトップクラスに6名に対して火力が出せるキャラクターになってます。ナタのスキル2がコンボうまく決まって 5000% 台なんで、まあ、ナタよりダメージパーセント高いんですね。まあナタの場合はそのコンボが決まった場合にはイコール敵陣に撃退状態のキャラクターがいるってことになるので、最終的なダメージはナタの方が出ちゃうんですけど、まあ撃退もね、なんとか味方で補ってあげてみたいな感じで、まあ、条件揃えてあげればナタ以上に強い範囲攻撃も作ることもできる珍しいキャラクターになってます。はい、まあ、詳細は分析動画過去にアップしているので、この動画の概要欄に URL 貼っておくので、興味がある方、やや中上級者向けですが、はい、覗いてみてください。で奥義に関しても、はい、この孫権と孫作、孫権、孫昌公というね、はい、孫一族の奥義があって、これ物理回心ダメージ 8% 上がるってことで、まあ、最上とかナタだとか物理攻撃で確定クリティカルを使った攻めスタイルの人にはかなり美味しい奥義になってるので、はい、奥義的にもめちゃくちゃ美味しいと、はい、ただ孫昌公が課金してないとゲットできないキャラクターになるので、また無課金の人は今回入手できないキャラクターになってるんですね。ちょっと今週は無課金に厳しい週になってますね。はい、無課金の人はまずは直井兼次狙いに行きましょう。はい、でラキスタガチャに関しては運営さんの方でキャラクターを並べる周期が決まっていて、はい、今回直江兼次孫権カダっていう風になってるんですが、その1週間後には超雲サジ聴覚が出てくるみたいな感じで順番が決まっていて、次また直江兼次が回ってくるのがだいたい3ヶ月後ぐらいになるんですね。はい、なんで定期的に並んでくれるので、はい、なんでラキスタに関してはこういう風な最終日ですね、はい、アップで前日に残りの絆分ですね、はい、無料分でそれまでは回しておいて、はい、最終日に確定絆枠まで回しておいて、はい、時間をかけてちょびちょび絆を集めていくスタイルがいいと思います。まあ、このラキスタのガチャに関しては、まあ、絆0の状態から120まで一気に、まあ、10連なんかで貯めていこうと思ったら大体3万8000元宝ぐらいかかるんですね。はい、悪いと5万元宝とかいきますね。で同じくここに並んでいるキャラクターたちっていうのはこっちのアバターガチャにも並ぶことがあるんですが、こっちで同じく UR のキャラクターをこの割引券なんかを使って取りに行こうと思ったら大体3500元宝ぐらいで取れるってことで、こっちのが3000元宝ぐらい安く入手できるんですね。でさらに幸運券なんかも使っていけば、そこから幸運券の数に応じて、まあ、1万元宝以上の差をつけてこっちの方が安く取れるので、こっちのラキスタガチャに関しては基本的に今みたいに無料分プラス少しだけ回して確定絆分まで取っていくっていうスタイルをお勧めしたいと思います。にしても最終日前田刑事の絆たまりそうですね。はい、無課金黄金編刑事登用なるか、ゴー、お、来た。はい、無課金でここまでラキスタでね、ずっと前田刑事絆貯めてたんですが、ようやくね入手することができました。はい、そしてね、調子乗って10連しちゃったんで5回分無駄に引いてますね。はい、今までの節約生活は何だったんでしょうね。はい、ということでこれ無課金サバなんですが、あと装飾取れば体力レベル ×120 の奥義解放できるんで、このキャラクターもねラキスタにいるんで同じようなやり方で絆をちょびちょび貯めていって、この奥義無課金編でも解放しに行きたいと思います。
いやめっちゃ楽しみ、はい、そして星の魔法使い、あ、周装ですね、はい、この周装に関してはスキル1で3ターンの援護状態になることができるんですが、ダメージカット率が 60% と高いのが特徴で、まあ、最近の防御虫連撃キャラクターなんかに関してはもうこのダメージカットで対応するか避けるかみたいな選択肢しか耐久面ではまあ、なかなか選択肢がなくなってきてる中での、多くいる 50% カットではなく 60% カットができる数少ないキャラクターですね。でパッシブ的にも防御力系のパッシブがあったりして結構硬いキャラクターになってるとこがまず一つ特徴ということで、まあ、それだけでも優秀なんですが、反射ダメージに関しても 120% の反射と流血を敵につけることができるので反射パが高いだけでなくその反射によって与えたダメージをしっかり敵に残すことができるっていう特徴もあるんですね。はい、なんで、単純な援護機能としてめちゃくちゃ優秀なキャラクターになってます。まあ、ただ反射系キャラクターはライバルが本当に優秀なのが多くて、まあ、本田忠勝の木立とかテーフの天然ボケ、はい、あとはローコスト運用ができる孫剣だとか、もちろんこのキャラクターも優秀なんですが、まあ、他に投与しやすいキャラクターがたくさんいるので、まあ、このキャラクター取る場合は、まあ、ローコスト運用の場合はもうそういったキャラクターたちに軍配が上がるんですが、まあ、ガチ育成するのであればこのキャラクターもなかなかいいポジションにいるので、はい、詳しくは過去に援護キャラクターランキングっていうのをやってるので、はい、そちらの動画をご覧ください。また概要欄に貼っておきますね。はい、そして起きた新 UR ですね。はい、少女の休日シリーズ、買い物をしている時でも謎々の作成と読解に没頭している少女の休日、幼衆来ますか。はい、知力全開で謎々を考えているということで、めっちゃ穴開いてる。まあ、100歩譲ってね、ジーンズにダメージがあるとかね、まあ、ここら辺の丈のジーンズなんてね、ファッションとしてあれだと思うんですけど、網タイツ開けるスタイルは初めて見ましたね。もう謎々に集中しきった結果こうなんでしょうね。付箋の貼り方が超適当。謎々に集中してるんでしょう。あとこのベルトが中心に集まっていく感じ、まあ、ちょうど 3D の動画私も出しましたが、はい、ちょうどねこの真ん中にセンサーをつけて踊るような機材使ってるんで私としてはもうそれにしか見えないですね。はい、ということで幼衆なんですが今回出てくるのは UR のアバターなんでまだレアリティ的にはマックスランクの虹とか、まあ、結婚アバーまでは届いていないので、まあ、基本的に静観でいいと思います。はい、そして仮想の集い、聴覚、聡卓、竜禅、装飾、炎章、はい、ということでここら辺に関してもまあ聴覚に関しては単純に現環境だと虹キャラまで出てるんですがスキル火力がちょっと足りない感じですね。で東卓に関してもバフ奪いっていうその当時はねめちゃくちゃレアな挙動をするキャラだったんですが現環境では、まあ、主典同時だとか装備みたいな、めちゃくちゃ優秀なバフ奪いが出てきていて、しかもこの東卓の場合ミスった場合にバフが奪えなかったりバフを奪った瞬間にはそのバフの効力を得たまま攻撃を続けることができなかったりと結構バフ奪いキャラクターの中でその性能面でね若干見劣りする部分が目立ってしまっているので、はい、このままだとねあまり活躍しきれないバフ奪いキャラクターになってしまってます。で竜禅に関してはノーコメントですね。はい、察してください。みんなニコニコしてあげましょう。はい、そして装飾に関しては味方1名に暴走を付与することができるんですがここの部分が完全に小機微に上位互換的な動きで奪われてしまったので、はい、現環境だとこの UR で体力奥義に絡んでいるっていう部分があるのでその UR 狙いまでですかね。はい、で炎章に関しても2次キャラまで出てるんですがかなり初期のリリースキャラクターなんでスキル性能的にはちょっと火力的にも弱くなってしまってますね。はい、そして少女の出会い累計消費ということで、はい、遊園地スタンプイベント来ますね。少女の出会いっていうのは混沌装備の防具ですねを集めるイベントになってるんですが混沌装備集めるのであればもうこの少女の出会いの遊園地スタンプがある時以外は素材集めに行かなくていいぐらいこのイベントがお得なイベントになってるのでこれも詳細に関しては動画にリンク貼っておくのでお得な引き方があるので、はい、興味ある人はそこでめちゃくちゃ細かく話しているので見に来てください。まあ、これはもう混沌装備集める人は参加必須のイベントになってるので月に1回しかないので副賞強くしていきたい人はガンガン参加していきましょう。はい、で桃源郷の初出ということで、はい、これに関しては調教イベントですね。お昼と夕方にある調教イベントの調教枠が3つ増えてそこでこのつぼみの結晶というのをゲットしてそれを使って SSR 副賞のセレクト宝箱を狙いに行くとあと今回は思想の靴下なんかも狙いに行けるのでそこら辺を貯めていくイベントなんですが、まあ、これに関しては一番上なんかがねかなり強いんで同盟にいる強い人なんかに連れて行ってもらったり上から2番目だけを繰り返すのでも靴下を入手するには十分な数になると思うんで、はい、これに関してはまた動画作れたらアップしていきたいと思うので、はい、楽しみにしていてください。はい、そして願い返しってことで、はい、これはもう全員参加イベントですね。お最低倍率 1.3 倍になってますね。願い返し30元宝、300元宝、3000元宝、3万元宝っていう風に桜の木に投げるとそれが最低でも 1.3 倍なんで3万元宝を投げれば今回の場合は3万9000元宝になって帰ってくるとで最大 2.2 倍なんでここも上限解放してますね。3万元宝を投げた場合は最高で6万6000元宝返ってくるということでいつもよりお得な願い返しイベントになっていて放置少女プレイヤーにとっては全員参加すべきイベントということで、まあ、初心者の人なんかはまずはこの3万元宝まで貯めておいてこのイベントのマックスのとこまで参加できるように元宝を貯めるのがこのゲームの最初の目標になるっていうぐらいね、はい、重要なイベントになっているのでこれに関してはね全員参加していきましょうね。システムのお知らせということで皇室のイン
人坊の参加枠をランキング50位から100位まで、あ、皇室の参加枠増えるんですね。あ、これめちゃくちゃありがたい。あの皇室に参加すると UR 戦決勝ポイントでゲットできるので、今までね皇室参加できない人は雑貨商で買うか闘技場でちびちびポイント貯めなきゃ入手できなかったんですが、皇室からも取りやすくなったってことで、これめちゃくちゃありがたいですね。と2番目、個人勢力値の計算方式を改善して上限を上げる予定でございます。これはちょっとよくわかんないですね。あの軍友なんかで勢力値ってあると思うんですけど、まあ、その勢力値をもとに黄金グループだとか白銀グループだとかっていう風に勢力値が高い人ほどより高いところでしのぎを削り合うみたいな、はい、計算の仕方があるんですけど、そこで使う同盟内にいる個人個人の勢力値の計算の仕方を変えるんですかね。今の計算の仕方は確か今まで組んだ装備セットの中で一番高くなった戦力値から基準に計算してたと思うんですけど、それが変わるんですかね。ちょっとここもよくわかんないんで、はい、分かったら何かしらの形で伝えるかもしれません。で、陣容詳細の入り口位置を陣容副将アイコンの右側に変更させていただきます。これ何ですかね。このアイコンを右側に持ってくってことですかね。はい、好きにやっちゃってください。はい、そして4周年第2弾イベントってことで、なんだ、はい、そして聴覚到達花嫁賞、お、来た、待って、来た、一気に2人、どうやって2人と結婚しよう。聴覚、希望を育てる純潔な花、そよ風に愛を告げる聴覚のウェディングドレスが登場。トタク、美酒のように醸造時間が長くなればなるほど美味になる、愛に包まれた美酒を運命の人と分かち合おうということで、まさかの2人同時リリース、そして仮想の集いに並んでた2人ですね。はい、ちょっと見ていきましょう。うわ強い、もう限界です。もともと2人とも立ち絵的にもうレベルめちゃくちゃ高かったんですけど、 K 点超えてきましたね。もう何を言ったらいいのか分かんないけど、到着者に関してはもう下着だそれは。いや、でも虹のシャンメリーをね引き続き持ってるところなんかがね、結婚式でも手放さないところがめちゃくちゃ好感持てますね。でも聴覚者に関してはこの髪型がやばいですね。いや、これは明日の動画どうしよう。はい、ちょっと結婚イベント一気に消化して動画にしていくのはかなりきついんで、スキル解説だけになってしまうと思うんですが、また明日夕方までには動画アップしたいと思うので楽しみにしていてください。はい、ということで以上ですかね。めちゃくちゃ盛りだくさんでしたが、今回は聴覚到達のこの花嫁イベントですね、はい、めちゃくちゃ楽しみにしたいと思います。はい、ここら辺を明日また動画にできたらと思うので、明日ちょっと忙しくなりそうですが頑張っていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録していただいて通知をオンにしていただくと、動画をアップした瞬間に通知が行くようになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして今回も高評価を押していただけるとめちゃくちゃモチベーションになるので、よろしくお願いします。それでは。する押す押す押す